おらんからあえて取りますけども、これ裁判所からは動かすなということになってます。これがあれ特捜の事務所なのかな。で、これ何取ってるかって言うたらね、これを一人一人を相手を特定してですよ、野宿のおっちゃんをね、で特定してこの人らに対して立ち退き命令を、大阪府市なんかなが、市、大阪市ですかねが原告となって訴訟をやってます。ところがですわ、問題なんはこのおっちゃんら特定したとしてもですよ、仮にね、せやけどもその判決が出た時に別の人間と入れ替わっとったら、そのおっちゃんが俺に対する判決じゃないかと、俺に対する判決取ってこんかいということを言われた時どうすんのかというようなことですよね。現にですね、そこでこの品物を動かすなというような仮処分が出ている、それを知っておっちゃんらで出ていったおっちゃんらもいてはるということなんですよね。ほんで、まあ、おっちゃんら出ていったら別のおっちゃんら入ってるんだけども、それから特定できてない人も今すでにおるわけですよね。それからその本捜で立ち退き命令を判決取ったところでですよ、それがほんまにこれ意味をなすんかどうかっていうのもなんか非常に疑問があるところですよね。あそこへトイレをね、24時間のところではないのでトイレもね置いてあります。